4月なのに5月病やる気皆無 YouTuber 吉田でございます。2週間のリフレッシュ休暇中ですが、生存確認のために軽い動画をアップします。吉田生きてます。吉田といえば世界一だらしない男、掃除ができないことで有名ですが、なんとか1週間かけてここまで掃除しました。相当綺麗になったと思いますが、どうでしょうか。ダンボールとペットボトルはゴミの日のタイミングで捨てられませんでしたが、男の一人暮らしならギリセーフくらいの状況にはなったはず。おしゃれ系 YouTuber を目指していますが、これくらいが限界です。なんでこんなにダンボールがあるのか、理由は簡単です。通称吉田病と呼ばれていますが、 Amazon で毎日ポチりまくった結果です。吉田は動画編集のストレスがやばすぎて、 Amazon でポチるのがやめられなくなっています。買い物依存症と言ってもいいレベルです。映像に映っているのが今回掃除したことによって見つかった未開封商品。基本的に注文しただけで開封しないことがほとんどです。なぜなら別に必要ないものだからです。そうは言ってももったいないので、今回の動画はこの未開封商品を片っ端から紹介してみようという、ただそれだけの動画です。めんどくさいので適当にランダムに紹介していきます。まずは使い捨てスプーン100本入りです。吉田は基本的に食器洗い非対応です。使い捨てを使っています。今までは10本入りくらいのスーパーとかで買ってましたが、コスパ悪すぎるので Amazon で業務用を買いました。626円なので相当安いです。次はちょっとネタ的グッズです。ちょっと前に数日間だけ販売していた吉田グッズです。一応サンプルとして1枚購入しました。破産寸前 T シャツです。動画のネタでホーマンボディに装着したらウケるかなと思って買ったんですが、めんどくさくて放置していました。今回紹介しちゃったのでネタバレ感満載ですが、そのうち着用して動画に出演してみます。 USB-C の電流は測る測定器です。動画演出上何ワットで充電できているのか見せられると分かりやすいかなと思って買いました。実は同じようなものをすでに2個持っていますが、どっちも USB-PD に非対応なんですよね。これは USB-PD 対応で 12V で充電する機器も測れます。こんな感じで使います。電圧電流が表示されます。そのうち動画で活躍すると思う。中華製のアクションカムです。某 K チャンネルさんが値段の割にはいいと紹介していた中華の怪しい製品になります。アクションカム1個欲しいなと思っていたんですが、ソニーのやつとか高いじゃないですか。だから4000円くらいの中華を買いました。結局アクションしないので開封することなく放置しているって感じですね。せっかくなので今度サブチャンネルで紹介してみようと思います。車のシガーソケット用の USB 充電器です。外出しようと思った時にスマホの電池がないってことが結構あるので買いました。1299円です。 USB-PD やクイックチャージ、ファーウェイの高速充電なのに対応している製品です。 5A 30W までの対応、高速充電できるのでいいなと思って買いましたが、よく考えたら引きこもりなのであんまり必要性がなかったです。液晶保護用のガラスフィルムです。シャープのスマホの液晶が割れて保証で新品に交換しました。今度は割らないようにと買ったんですが、めんどくさくて放置されていたんですよね。結局ファーウェイの P20 ライトに買い替えたので、もう貼らなくてもいいんですが、一応貼り付けておきました。次は袋から出していないもの、もはや何が入っているのか記憶にないんですが、かゆみ止めの塗り薬でした。花粉症の時期になると体中がかゆくなるんですよね。そのために買ったやつです。薬局で買うより Amazon のが安い。これは Amazon のプライベートブランドの塗り薬ですが、値段は800円ちょっとでした。この大きさで800円はそこそこコスパいいですよね。どうでもいいかもしれませんが、クリームタイプです。ティッシュホルダーです。ボックスティッシュを挟んで磁石で壁にくっつける便利グッズ。実は別メーカーの製品を持っているんですが、固定用のゴム突起が取れてなくなってしまいました。グラグラなので買い替えです。耐久性があまりにもなかったので別メーカーのを買ったんですが、どうですかね。使い込んでみないとそれはわかんないです。これはアスロックのミニ PC A300 の USB 増設用に買った USB を増やすやつ。結局純正品が手に入ったので使わなかったんですが、一応これも使えるらしいです。もういらないのでどうしようかね。マイクロソフトの小さいマウスです。ベッドで使っているこのね PC 用に買いました。サブチャンネルの動画でシンクパッド純正のマウスを買ったって動画を出しましたが、あれは初期不良品で速攻で壊れました。その後にロジクールの有線マウスを買ったんですが、サイズがあまりにもデカすぎてしっくりこなくて、この小さいマウスを買ったって感じですね。1000円以下だったと思います。ゴロネ用は適当に操作するので、手にフィットしすぎないマウスのがいいです。この小さいのはいい感じ。
蛇口をつける浄水器と蛇口を高くするやつです。ペットボトルの数がやばいので水道水を飲もうと思って買いましたが、取り付けがめんどくさくすぎて放置していました。ぶっちゃけお茶の粉を入れちゃうと水道水のままでも別にまずくないのでいいやってことで放置してるってのもあります。今度サブチャンネルネタで本当に味が変わるのか検証してみますね。 Amazon ギフト券です。登録者10万人記念のプレゼントでいただいたものです。ありがとうございます。1月に送ってもらったものですが、吉田家のポストには受け皿がありません。たまに変な隙間に入り込んでしまうことがあって、これも靴箱の隙間に落ちていました。せっかくいただいたのに今まで気づかなくてごめんなさい。ありがたく変なものを買うのに使わせていただきます。精密ドライバーセットです。以前吉田ストーンの SSD を分解して中身を見てみようとした時に星型のネジが使われていて開けられないことがありました。そういった時にも困らないように買ったものです。その後特殊ネジを触る機会がなかったので長期間棚で放置されていました。パソコンパーツはあんまり特殊ネジが使われることが少ない気がします。普通のプラスが多いと思うので、もしかしたら活躍することはないかもしれないです。これはサブチャンネルで紹介した 3D プリンターのフィラメントを固定する台の2個目です。違う色のフィラメントを使えるようにするために購入しました。こんな感じで使います。実は違うメーカーの製品ですが見た目はほぼ一緒です。実は透明のフィラメントを買いました。サブチャンネルで 3D プリンターネタをやっているんですけど、いつも黒なんですよね。赤とか青も検討したんですが、あんまり派手なのは実用性がない気がしたので透明にしました。 LED を使ったピカピカ装置とか作れそうかなと思ったんですが、どうですかね。ちなみに中華の怪しいやつです。1500円くらいで買った超激安品なので正常に使える保証はないです。ちなみに透明フィラメントはもう1個あります。なぜか2個買っていました。次は Amazon ではなく100円ショップダイソーで買ったものです。吉田は破産寸前なので100円ショップをよく利用しますが、買ったはいいけど放置することが結構多いです。これらは動画ネタ用に購入したものなんですが、結局そのネタをいつまでもやらないのでずっと袋に入ったまま放置されています。ちなみにレーザー彫刻機を購入したので彫刻する対象としていろいろ買いました。一応リフレッシュ休暇が終わったらレーザー彫刻機で遊ぶ予定なので、その時に活躍してくれるはずです。この温度計は自炊用、唐揚げが大好物なので唐揚げしようかなと思って買ったんですが、よく考えたら吉田は自炊非対応です。 OS のアップグレードが必要ですが、いつになるかは分かりません。これがさっき言ったレーザー彫刻機です。1万円以下の中華品を買ってみました。使えるかどうか知りませんけど、まあお遊び程度には面白いかなと思っています。そのうち動画にしますね。今日は開封しません。ウイルス対策ソフトのマカフィーです。 Amazon サーフィンしていたら中古850円で売っているのを発見。吉田はウイルス対策ソフトを何も使っていないので試しに買ってみました。ちなみに1年版ですが台数無制限でインストールできます。850円なら激安ですよね。ただ中古なので使えるかどうかは知りません。多いお茶の粉です。インスタントのお茶で水にも簡単に溶けるので愛用しています。近所のスーパーで売っていないので Amazon で買いました。さっき言ったようにペットボトルを減らす対策ですね。水道水にこれをぶち込んで飲んでます。ついでに1リットル入る樽ジョッキも購入。これは以前サブチャンで紹介したやつを買い増ししました。ちなみにでかくて気に入っているので3個目です。お茶も飽きないようにカッパ茶、麦茶、ほうじ茶の3種類を常備しています。どれもインスタント。これは USB-C から HDMI や普通の USB に変換するアダプターです。実はノート PC を買ったのでそれ用に買いました。今度紹介するのでその時に合わせて開封します。10インチのポータブルディスプレイです。動作確認するのいちいち大型のモニターにつなぐのがだるいなって思って買ったんですが、結局使っていません。今度レビュー動画でも出してみますね。需要があるのかは知らないけど。紙やすりのセットです。シンクパッドの天板がボロボロなのでこいつで研磨して塗装しようと思って買ったものです。コロネ PC として使っているので別に塗装しなくてもいいやってことで使っていませんでした。塗ろうかとも思っているんですけど、吉田の不器用さでは確実に失敗する気がするんですよね。どうしようかね。 120GB の SSD 3種類です。比較しようかなと思って買ったんですが、動画的に微妙なのでパス。 Twitter のプレゼント企画に回しますね。ピンセットラジオペンチです。普通のラジオペンチは持っていますが、もっと先端が細いのが欲しいなと思って買いました。1000円くらいの安物です。使用用途としては 3D プリンターで印刷したものの余計な部分を除去するのに使う予定。 Amazon ベーシックの USB-C ケーブルです。動画の最初の方で紹介したシガーソケットの充電用です。
充電用なので USB2.0 にしか対応していません。わざわざ買ったんですが、多分家の中を探せばたくさんあります。飽きたかもしれませんが、もう少しで終わります。一人焼肉用のホットプレートです。吉田は焼肉が大好物ですが、お金がないのでジョジョ園には行けません。というか群馬にジョジョ園がない。なので家で一人焼肉しようと思って買いました。ガスのがいいというご意見もありそうですが、気軽さを重視。ふるさと納税でふるさとでも何でもないところに寄付したので、そのお礼として A5 ランクのお肉が送られてくる予定です。その時に使おうと思ってます。サブチャンネルネタですね。自炊しろしろ言われまくって買ったのが釜飯セット。吉田は砂糖のご飯が大好物なんですが、インスタントを食うなんて信じられない、ご飯くらい炊けよというご意見が大量発生。だったら炊いてやるよってことで買いましたが、結局めんどくさくて砂糖のご飯を食べ続けています。そのうち気が向いたらこれで炊いてみますね。これはカメラのバッテリーと保護ガラスフィルムですね。実は動画の 4K 対応をするために GH5S を購入しました。中古でそれ用ですね。これは買い物依存症というよりは必要だから買いました。まあ、GH5S は買い物依存症で買った可能性は高いですけどね。24万円もするし。最後です。中国から取り寄せました。なので箱がぐしゃぐしゃです。何かというと、ノートパソコンに外付けでビデオカードを付けるやつです。これは M.2 スロットから変換して付けられます。動くのかどうか知りませんけど、アスロックの A300 に付けてみようかと思ってます。そのうち動画にしますね。ということで、買い物依存症の吉田が買いまくった未開封商品の紹介というクソ動画でした。メインチャンネルの再開はもうちょっと5月病を楽しんでからにしますね。もう少しお待ちください。暇だったら評価ボタンをお願いします。つまらなかったらバッドボタンを押してストレス解消してみてください。